こちらの標本木、この木に剪定したって言いますのは、まあ、見てお分かりだと思いますが、この辺の中で比較的早く日当たりも良くて比較的早く咲くということと、あのこの庁舎建てる前に金ヶ崎小学校のここ跡地だ、金ヶ崎小学校だったんですが、その頃からあった昔の桜ですので、そういった意味から、まあ、この木を剪定させていただいたものでございます。金ヶ崎町で桜、これは日本の文化の一つだと思ってます。この桜の木の標本木、これが金ヶ崎としては制定してなかったというのがございます。金ヶ崎町も開花宣言をするということで、本日開花宣言をされていただきます。ここは旧金ヶ崎の小学校のあった歴史のある場所でございます。この場所の最も日当たりと場所的に恵まれたところであるこの木を標本木といたしました。私は金ヶ崎町は今年は町民憲章制定の51年目になります。そういう意味では50年を過ぎて新たなる時代に入るという中で、本日制定をさせていただいたという、そういう歴史的な価値も入れながら本日参議をさせていただきたいと思います。この桜を通しながら金ヶ崎の歴史と文化をますます輝くものにし、そして桜を通して町民の癒し、町民の健康、町民の幸せを願いたいと思います。木の健康、私たちの健康、そういうのにつながって町の健康になればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございます。